ルキウス・クインクティウス・キンキナトゥスは、共和制ローマ前期に登場する、伝説的人物。キンキナトゥスというあだ名は、彼の特徴である巻毛から名付けられ、古代ローマ人の美徳と武勇を表す人物として、後世に長く伝えられた。彼の士族は、王政ローマ時代、アルバロンダの滅亡後に移住してきたという。 失政官を6度務めたティトゥス・クインクティウス・カピトリヌス・バルバトゥスとは兄弟と考えられている。紀元前461年、前年不成立だった5民間による失政官職権を制限するテレンティリウス法案が再提出されると、プレブスとパトリキは一触即発の事態となった。そうした中、異常婦で知られたキンキナトゥスの息子カエッソア、 法案に反対し、五民館やプレブスたちを暴行するに至って、告発された。失政官経験者らが、幾人も若者の弁護を買って出たが、数年前の暴行事件も発覚して、結局逮捕され、莫大な保釈金を支払うこととなった。保釈されたカエソは、エトルリアに亡命し、父キンキナトゥスは、保釈金のために、全財産を売り払うこととなったというが、 7ユゲラのうち3ユゲラを、友人の借金の肩代わりに売り、残りの4ユゲラの収入で返すの罰金を払ったとも伝わり、残った土地で農業を続けたという。紀元前460年に起こった内乱の鎮圧で、失勢官、プブリウス・アレリウス・プブリコラが戦死すると、12月に、補充失勢官として選出された。プブリコラは、混乱を沈めるため、プレブスたちに、 テレンティリウス法案の審理を内乱が終わるまで一時止めるよう説得しており、平穏が訪れるとまたも混乱が起こった。キンキナトゥスは民会で演説して人々を叱責し、ウォルスキ族とアエクイ族に対しての軍事行動を示唆した。元老院は法案の年内提出の禁止と出生の取りやめを決め、執政官と五民官の再選にも難を示した。しかしながら、 五民間は再選され、パトリキたちは対抗して、キンキナトゥスの再選を目指したが、彼は、規律に違反することを良しとせず辞退した。この彼の行いは、帝政ローマ初期にも高潔なものとして伝わっている。なお、シケリアのディオドロスによると、紀元前457年にも、マルクス・ファビウスをイブラヌスと共に、失政官を務めたことになっている。ジュアン・アントニオ・リベラが、 独裁家に使命の使者を迎える、キンキナトゥス紀元前458年、ローマでは以前として、テレンティリウス法案をめぐって、争いが続いており、キンキナトゥスの息子カエソの裁判での偽証も、争点となっていた。さらに、前年和平を結んだ、アエク遺族がそれを破って、ローマ周辺を荒らし、アルギドゥス3に陣を敷いた。ローマは施設を派遣し、 賠償を求めたが決裂し、失政官は、アエクイリョウとアルギドゥス3へ出陣することとなったが、5民官はいつも通り徴兵拒否を呼びかけていた。しかし、サビニ人が退去して、ローマへ押し寄せたため徴兵は実行され、失政官、ナウティウスルティルスが、サビニ領へ逆進行をかけた。もう一人の失政官、ミヌキウスエスクイリヌスは、 アルギドゥスサニエ向かった者の,のやる気も戦果も乏しく、逆に包囲されてしまった。ナウティウスが呼び戻されたが、事態を重く見た、元老院は、キンキナトゥスの独裁官選出を決めた。自らの作業を行っていたキンキナトゥスは、死者にトガをまとって拝聴するよう促され、独裁官に指名された。彼は副官に、ルキウスタルクイニウスを指名すると、 国事停止の非常事態宣言を行い、兵士たちに悔いと兵狼を持って、カンプス・マルティウスへ集結するよう命じた。そして失政官の危機を告げると強行軍で、アルギドゥスさんに向かい、その夜には到着した。キンキナトゥスは、現状を確認し、兵たちに歓声を上げつつ悔いを打ち敵を包囲するよう、命じると、包囲されているミヌキウスは、 勇気百倍して内側から反撃した。アエクイ軍は、攻撃に慌て、包囲網が完成したため降伏し、指揮官と町一つを差し出すことで命を助けられた。その際、キンキナトゥズは復従の証として三本の槍によって、作られた首輝きの下をくぐるように求めたという。この勝利によって、膨大な戦利品を得たが、キンキナトゥズは、 苦境を招いた兵たちに分配しないことを告げ、ミヌキウスにモレガトゥスへと降格することで責任を取らせたが、皆キンキナトゥスに感謝しており素直に従った。ローマのルスを預かる首都長官、ファビウス・ウィブラムスの呼びかけでキンキナトゥスの外戦式挙行が決定され、9月13日に行われている。その後、彼は独裁官に任命されてから16日目に、 その職を辞したという。こういった、失政官の降格は、軍神マールスの導きから外れたことを詫びるために、行われたと考えられている。アレクサンドル・カバネルが、元老院議員を迎える、キンキナトゥス期限前444年に、失政部官が新設されると、土地分配に加えて、毎年失政官制とするか失政部官制とするかが、争点に加わった。 紀元前440年、天候不順と国内の不和によって、深刻な飢饉が起こった。ミヌキウスエスクイリヌスが、食料問題に取り組むプラエフェクトゥスアンノナエとなり、まず陸海領路から食料を輸入しようとしたが、うまくいかず、流通統制を行った。しかし、食料事情は改善せず、プレブスでティベリス側に身を投げる者が、相次いだ。そこで大富豪で、 騎士階級のスプリウス・マエリウスは、自費で、エトルリアから食料を輸入して、無償で人々に配った。リウィウスによると、彼は王位を狙っていたという。翌紀元前439年、ミヌキウスは引き続き食料問題解決に取り組んで、いたが、穀物商人からマエリウスの野望を知ることとなり、元老院に報告した。 元老院はなぜ未然に防げなかったのかと失政官、クインクティウス・バルバトゥスを責めたが、彼は、失政官は、ワレリウス法で定められた上訴によって、制限を受けているため、その制限を受けない、独裁官に、兄弟のキンキナトゥスを指名することを提案した。80歳を超えていたキンキナトゥスは、高齢を理由に固辞したが、元老院は、彼の高潔さと勇気を賛辞して、 バルバトゥスと共に重ねて養成したため、彼は、指名を受諾すると副官に、ガイウス・セルウィリウス・アハラを指名した。翌日、フォルムに入場した、物々しい独裁官の姿に人々は驚いた。アハラは、マエリウスに出頭を命じたが、彼は危機を察して逃げ出した。貴族の陰謀だと叫ぶマエリウスに追いついたアハラは、彼を切り殺してしまい。 キンキナトゥスには出頭命令に抵抗したため、殺害したことを報告したが、独裁官は国家を救ったと称賛した。事情を知らない人々は動揺していたため、彼らを集めるとキンキナトゥスは、こう説明した。マエリウスは、独裁官命令に従わなかったため死刑となった。私は、弁明を聞く用意があったが、彼は無理やり逃げようとした。その昔、 冒険が打倒されたことを、皆は知っていると思う。ブルトゥスは、共和制を守るため我が子を処刑した。コルラティヌスは、ローマを退去した。カッシウスや十二に委員会の最後も知っていよう。このローマで王位を狙う者は必要こうなるのだ。マエリウスは、諸君を麦で買収しそれを狙った。彼の資産は没収して国庫に納めることとする。 マエリウスの家は直ちに取り壊され、戒めとするためさらちのまま残された。市場長官のミヌキウスは募集した穀物を安価で人々に配給したため、お牛が送られた。五民館はマエリウス殺害の不当を訴え翌年の失政部官制を勝ち取ったものの、選出された失政部官は3名だけで、キンキナトゥスの息子を含めた全員がパトリキであったという。 オハイオ州シンシナティに立つ銅像キンキナトゥスの伝説は、現代にも受け継がれ、シンシナティシンシナティとして、シンシナティ協会、及びアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ、アイオワ州シンシナティの都市名に残っている。ありがとうございます。